This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイでは旧正月春節の期間中、多くの観光客を迎える予定です。タイはインドのモディ首相へタイへの訪問を呼びかけました。昨年12月のタイの消費者物価指数は予想と一致しました。文化省は2023年子どもの日のイベントを発表しました。それではまず初めのニュースです。タイでは旧正月春節の期間中、多くの観光客を迎える予定です。観光業者はパタヤやプーケットなどの観光地では、近づく旧正月春節の休暇期間中に多くの中国人観光客を迎えるための準備を進めています。タイホテル協会の東部支部は、パタヤの観光オペレーターが、中国政府が新型コロナの厳しいゼロコロナ政策を解除し、1月8日からの海外渡航を認めるとしたことを歓迎しているとしています。タイの観光業者は、1月下旬から始まる中華正月春節の休暇で、ツアーグループによる中国人観光客の増加や、春節後のさらなる観光に備え、さまざまなツアーを再開させています。パタヤはもちろん、プーケットでも中国人観光客の再来に高い期待を寄せています。タイ政府観光庁プーケット事務所は、多くの中国人観光客がプーケットで春節を迎えることが予想されるため、歓迎キャンペーンを実施すると発表しました。タイホテル協会東部支部のサンペット会長は、ホテルのオーナーや観光事業者が中国人観光客到着に備えて準備するとともに、地元観光客や他の外国人観光客にも快適さと安全を確保するため、コロナ予防対策も万全を期していると断言しています。サンペット会長は、タイの観光はまだ完全には回復しておらず、様々な課題に直面しているが、タイは手頃な価格と優れたサービスにより、世界中から多くの観光客を魅了する観光地であるとの確信を述べています。次のニュースです。タイはインドのモディ首相へタイへの訪問を呼びかけました。タイはインドのモディ首相を、両国の戦略的貿易的関係を強化するために、タイ王国を訪問するよう呼びかけました。アヌチャ政府報道官によりますと、この招待はプラユット首相と、新たに中タイインド大使館の大使に就任したシン氏との会談の席で、タイが招待を提言したものです。シン大使は、両国間の文化、言語、宗教など密接な関係により、在任期間中に2国間の関係を引き続き改善させていきたいとの考えを示しました。プラユット首相とシン大使は、タイとインドによる投資拡大の可能性についても、特にタイを航空、物流、バイオ燃料、医療科学などの産業の拠点とすることを目指すタイ東部経済回廊について議論しました。その他、東南アジアの接続性向上、公衆衛生、国家安全保障の分野での協力などについても話し合いが行われました。
モディ首相はタイへの訪問に加えて8月に開催される多部門技術経済協力のためのベンガル湾構想会議にも招待されています。タイとインドの貿易額は増加傾向にあり、昨年1月から11月までの間の貿易は前の年と比べ 20% 増の約165億ドルに達しています。次のニュースです。昨年12月のタイの消費者物価指数は予想と一致しました。タイの2022年12月の消費者物価指数は前年同月比 5.89% 上昇し、アナリストの予想と一致しました。エネルギーと食料価格の上昇により11月を上回っています。この指数はロイターの世論調査による12月の上昇は 5.9% との当初の予想と比較したものです。11月は前の月から 5.55% 上昇しました。この上昇率はタイ中央銀行の予想範囲である 1% から 3% を大きく上回っており、タイ中央銀行は1月25日に予定されている次の会合で主要金利を引き上げ、物価を目標範囲内に戻すとの憶測が強まっています。商務省によりますと、12月の生鮮食品を抜いたコア消費者物価指数では前年比 3.28% で予想の 3.23% を上回りました。2022年の消費者物価指数は 6.08% で24年ぶりの高水準となり、コア消費者物価指数は 2.51% の上昇となりました。2023年のインフレ率は高いベースと世界的な減速に助けられ 2% から 3% の間にとどまると予想されています。しかし今年第一四半期は前年同期のベースが低いため指数は高止まりする見通しですが、 5% を超えることはないと見られています。次のニュースです。文化省は2023年子どもの日のイベントを発表しました。文化省は1月14日の子どもの日にバンコクの本省に子どもたちを招待することを発表しました。文化省は先日今年の子どもの日の活動計画を発表しましたが、主なイベントはバンコクのラチダムヌノック通りにある省本部で開催されます。タイでは1月の第2土曜日が子どもの日とされており、今年は1月14日がその日にあたります。文化省はタイの生活や価値観を反映したテーマや冒険的なアクティビティを計画し、イベントを開催する予定です。文化省は他の政府機関や民間企業から10万個のプレゼントの支援を受け取り、このイベントで子どもたちに配布を予定しています。当日は6歳から12歳の子どもたちを対象にタイのコスチュームコンテストが開催される予定で、優勝者には3000バーツの賞金とトロフィーが授与されるとしてコンテストへの参加を呼びかけています。このほか現在は文化省の本部となっている旧チャンカセム宮殿の見学やウォークラリーのアクティビティなどが予定されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイでは旧正月春節の期間中多くの観光客を迎える予定です。タイはインドのモディ首相へタイへの訪問を呼びかけました。昨年12月のタイの消費者物価指数は予想と一致しました。文化省は2023年子どもの日のイベントを発表しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。จะไม่ยอมให้เธอลำบาก
Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.